さてと、月曜日の11時か、今日祝日か、今日祝日だし結構動画見られそうだな、なんか動画作ろうかな。え？なにこれリバプール？ちょっと待って、リバプール？リバプールの CS？ やばくない？ちょっと待って。え、シティも？嘘だろー！はい、ルリー、ガックゲームズです。ということで、今日もですね、動画やってきたらと思うんですけど、来ちゃいました。はい、なんとですね、リバプールとマンチェスターシティのですね、クラブセレクション来ちゃいました。いやーちょっとやばいね。祝日の朝から心拍数爆上がりしているんですが、まあウイレ2020前半戦最強の CS ガチャといっても過言ではないガチャだと思いますので、はい、今回はですねこちらの簡単解説と僕の方でガチャ引きやっていきたいなと思います。もうこれはね1年後の振り返り動画では確実に入ってくるやつですよね。いやーちょっともうこの画像さ、この画面がもう貴重すぎるよね。もうずっと見てたいもん。なんかあの美味しいもの食べた時にさ、あのこれずっと食べてたいみたいな感情と一緒。うわもう最高ですね。いや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 、たまらないかなと思っております。はい、でまずはですね軽く中見ていきましょうか。でリバプールの方なんですけど、搭載選手としてはリーク情報と全く一緒でしたね。はい、ここは変わらずということで、ちょっと能力の方はですねこの後しっかり見ていきたいなと思うんですけど、でまあマネとかねアーノルドがいないんですけど、まあそれでも特に言うことはないレベルで強いですよね。はい、もうめちゃくちゃなメンツかなと思ってます。基本的には誰が出ても当たりなので、まあとにかく被りがないこと、そこが重要になってくるのかなと思っております。でシティの方も見ていきましょうか。で、シティも確かリーク通りだったかな。いやー、えげつないメンツですよね。トッププレイヤーは一応エデルソンなんだね。はい、エデルソン、アグエロ、デブライネ、スターリング、ダビド・シルバ、オタメンディ、ロドリー、ジンチェンコということで。いやー、ロドリー欲しいなー、ロドリーね。こうやって見るとロドリーって結構総合的には下の方なんですけど、めちゃくちゃ強いんで、はい、ロドリーはすげー当てたいのと、まあやっぱり無難にアグエロ、デブライネ、スターリング、ダビド・シルバって全員やないかい。全員欲しい。もうそれ以上言うことはないんじゃないかなと思っております。で、このクラブセレクション、リバプールとですね、シティの方、能力比較動画もですね、近いうちに出していくんですけど、注意点としてはですね、このクラブセレクション系っていうのは、2020からぶっちゃけ能力的には大きく上がってないんですよね。はい、しかもですね、CS っていうのは2019からこれそうなんですけど、スキルの追加はないので、スキルの追加もないし、能力もそこまで上がってないということで、ぶっちゃけですね、まあ、能力比較とか見たときに、それこんなに強いのって思われるかもしれないんですよね。で、さらに、能力の傾向を見ればですね、強い選手ほど強化されにくくなってるので、まあ、リバプールとかシティの選手ってもともとめっちゃ強いじゃないですか。まあ、だからこそ今回特に強化度が小さく見えちゃうっていうのは間違いなくあるのかなと思っております。ここはですね、まあ、一つ注意事項として考えなくちゃいけないのと、ただ逆にメリットもあって、週間 FP の方っていうのは対象が11名なのに対して、この CS っていうのは、絞られた8名が搭載されるので、狙いの選手は当てられるっていうのは間違いなくありますよね。あとはこういうビッグクラブになると、間違いなく外れがないので、はい、そういったところは良くなるのかなと思います。まあ、この辺のですね、注意事項はぜひ頭の中に入れていただいた上で、皆様がですね、引くべきかとか、どっちを引くかっていう判断をしていただきたいなと思っております。はい。で、いつも通りですね、ガチャの優先度 A、B、C でつけていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、言うまでもないかな、どっちも A 評価でいいんじゃないかなと思っております。今言ったようにですね、実は能力上昇としては小さいんですけど、そのちょっとした能力上昇で長所が変わってきたりとか、あと何よりですね、ライブアップデート適用になるのがめちゃくちゃでかいんですよね。はい、今結構引き継ぎ選手ばっかり持ってる方多いと思うんですけど、このガチャを引くことによって能力も高いし、ライブアップデートも適用されるっていうね、選手が手に入るっていうのはすごく大きいですよね。特にこの2チームに関してはプレミアリーグでもかなり上位のチームなので、まあチームが勝つとライブアップデートっていうのは基本的に良くなるので、はい、まあそう考えるともうね、まあこのガチャを引かないで何のガチャを引くんだっていう話になってしまいますよね。はい、なのでもう圧倒的に無課金の方にもおすすめのガチャになってくるのかなと思っております。で、これ結構聞かれるのが、コインが少ない時にどっちを引くべきかって聞かれるんですよね。はい、まあぶっちゃけ答えられないよそれはね。もう橋本環奈か新垣を選べって言われてるようなもんだからね。はい、もうどっちも最高じゃないですか。なのでもう本当にグッときた方でいいですし、1回ずつ引くとかも逆にありだと思うんですけど、僕がもしね、もし本当に僕がどっちかしか引けないってなったら、どっちかというとシティ選ぶと思います。はい、ただこれは基本的に好みの部分もありますし、自分の手持ち的にどっちのポジションの選手が欲しいかみたいなところもあるので、はい、僕だったらシティですけど、はい、ここは本当にですね、まあどっちでもいいので、はい、好きな方を選んで
んでいただければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでもうそんな感じでいいかな。もういいよね、もう引いちゃっていいっすか。僕今日ちょっとね、昨日ツイッターでもつぶやきましたけど、今日はちょっとね望んでる姿勢が違うので、はい、この前はね結構やらかしましたけど、まあ今日はごめんなさい、先に言っときます、皆様の期待には応えられません、申し訳ない、これだけは先に言っときたいんですけど、はい、やっていきたいなと思っております。どっちから引こうか、じゃあリバプールから行こうかな。でリバプールに関してはぶっちゃけね、もう引きは何でもいいの、被らなければいい、アリソンでも全然よくて、僕まだ FP のゴールキーパー持ってないのでぶっちゃけ全然 OK です。ただこんな貴重な機会なので、とにかく被らなければ OK、 そんな精神でやっていきたいなと思います。録画チェックさせてください。はい、 OK、 録画 OK、 録画 OK、 これで録画ミスってたらマジで死にたいからね。さあレッツゴー、行くよ。あー、ちょっとマジ緊張する、やばい、ちょっと待って、緊張する、緊張がやばい、待って、緊張る、緊張る。さあ1回目お願いします、緊張る。さあ誰が来る、誰が来る、まあまあまあ最初は誰でも OK、 ここはねすごいもう気持ちいい感じで聞ける、もう気持ちいい感じで。さあ誰が来る、おっと、これはこのモーションはディフェンダーっぽいけど、さあ誰でしょう、おーっと来た、サラー、神、さらっと入れていった、いやマジで神、ディフェンダーじゃない、ディフェンダーっぽいモーションだったけどサラでしたね。いや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 、まあ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 、まあ、今日は違いますと。オッケー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 、いやいやいや、神神神神、じゃあ2回目いこうか。いや待って待って、サラマジでやめてね、ちょっとサラ以外でいきましょう。さあ2回目、さてさてさて、来るか来るか、サマイクラブお願いします、お願いします、かぶりなしで。さあここまではわからない、この後よ、この後よ、背番号見てもわかんないかもしれないけど、来い、おお来た、待って、おっと神、これはこれは神だって、これフィルミーノだよね、これフィルミーノだよね、あ違う、待って9番、え違う、誰だ、えフィルミーノだよね、え顔、うん、そうだよね、あー神神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 、あーびっくりした、顔がなんかちょっと違ったから一瞬フィルミーノじゃないかと思ったけど、これはもう完璧でしょ。いや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 、もう貯めてた運がここで解放されて、やっぱ貯金ってあるから、ガチャ運貯金ってやっぱりあるんだね。いやいや、分かってる分かってる分かってる、オッケー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 、じゃあラストいきます、もう満足かな、僕はもう満足、あとはかぶりなしでさらそう、よし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 、お願い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 します、お願いします、お願いします、よしよしよし、行くぞ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 。さあこんなに興奮してるの久しぶり、来い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 、待って誰誰誰、見えない見えない、背番号見せて、おお、かぶっていく、おい大事、もう、いやもう、いやいっか、もういいや今日は、もうかぶ、もうなんかわかんない、もう言葉が出ない、うまく言葉が出ません、なんだこの気持ち、言語化できないこの気持ち、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、かぶっちゃったこの悲しさ、なんて言えばいいんだ。はい、ありがとうございます。昨日の動画僕のためにあったことがわかったな、ちょっと合成していこうか、絶対に爆発させるからな、サラありがとう、ここで絶対に爆発させる、お願いします。さてさてさて、あー間違えた、危ねえ、サラの方に入れます。さて入れます入れます入れます、さあどこにいるどこにいるどこにいる、オッケー、確実に爆発させる、いきます、レッツゴー。さあさあさあ、レベマンになればオッケー、さあここでレベマンになれば、レベマンになればこれ当ててよかった、かぶってよかった、本当にありがとうという形になる。さあどこまで行くどこまで行く、232323、あー、さあもう舞台は整いましたよと。はい、神引きできる準備、神引きを目撃する準備、皆さんよろしいでしょうか。さあ全集中の呼吸、水の方一発目いきます、さあいきます、お願いします。まあ最初は最初はいい、最初はもう落ち着いた気持ちで見ていこう、落ち着いた気持ちで何も考えずにもう無になって、さあ誰が来るか、誰が来る、レッツゴー。おっとこれは誰誰誰、背番号見るまで分かんない、背番号見ても分かるか、おお11番はジンチェンコ、ジンチェンコ、オッケー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 、とりあえずオッケー、とりあえずオッケー、ジンチェンコはもうめっちゃこの前騒いでたからね、有料予選終わった後ね、はい、あれでめっちゃ好きになりましたね、オッケー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 。さあジンチェンコの後はもう神引き不可避、神引き不可避ガチャ行きましょう。さあジンチェンコからの、からの流れが来てるよ、流れ確実に来てる、今流れが確実に来ている。さあ誰が来る、レッツゴー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 。さあ来るか、誰誰誰誰、かぶりではないはずこれは。さあ17番、おーっと神、これはエブライネ、デブライネ、はいありがとうございます、オッケー、おお、ジンチェンコとデブライネ似てんだよね、リアルでは、リアルでは似てんだよね、いやいやいや、まあ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 、オッケーな、せオッケーな展開じゃない、オッケーな展開。さあさあさあ、神神神神神、でリトライがマジでやべえ、全然前に進まない、まあでもそんぐらい盛り上がってるってことかな。さあとうとうリトライの森を抜け出した、その先に見えるのは、もう見えるのは1点、1点集中、神引きの糸が見えた。さあ行きましょう、ラスト、さあラスト、お願い、アグエロ、アグエロロリ、アグエロロリ、どっちか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 、来い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 、お願いしますお願いしますお願いします、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。さあ誰誰誰誰、
祈ってます。バイバイ。